そうですね、あの声も響いてて、あすごくあのホームに帰ってきたなっていう感じはします。パスを強くして、ボールをオープンに持って縦を意識する練習をしました。速いパスだったりポジショニングで相手を抜き去るようなトレーニングを多く含んだことをやりました。年下も年上も関係なく結構声も出ていて、まあ、自分も遠慮せずにできているので、まあ、いい雰囲気かなと思います。海外組はあのアジア東アジアも多分出れないと思うので、あのワールドカップ予選までに本当に時間がないと思いますし、何よりあのここ長野でできる幸せっていうのは本当に自分にとって、嬉しいことなので、頑張りたいなと思ってます。まずは自分がそのメンバーに残れるようにっていう、まあ、アピールの場だと思っているので、自分のプレーを精一杯出そうっていう気持ちが多いんですけど、やっぱりそういう中で若手がしっかり、まあ、ベテランの人じゃないですけど上にどんどん食い込んで中心になれるような選手にならなきゃいけないと思っているので、そういう責任も持ってプレーしています。